イエーイ、イエーイ、ごめんね、ごめん、ごめんね、ごめんねっつってね、本当に全然あったんで。ショッスの中です。今回はこのベスパーを使ってドミネーションやっていきたいと思います。さて、レッドウッドでベスパーっていうね、レッドウッドでベスパーってきついよね。どうやったらいいかな、どうしようかな、どうしよう、ここに来るんじゃない、ブラボー、あ、ほら来た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 、これ今こっちじゃない、ナイスナイスナイス、いいぞ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 、オッケー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 、逃げろ逃げろ、うーらぶなー、またこっちにも来る、マジか、結構来てたな。いいですね、 CB という素晴らしい安定っぷり。さあここをね、満身をなく敵押し込み続けられることができたらいいんじゃないかなってね。来るんだろ、分かってる、ここで待っといてあげるから。そう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 、ちょっとちょっと行かないとやばいかも、怖い怖い怖い、おお出た、下から来る族、出た出た、下から来る族だ、最近流行ってんのかな、やべやべやべ、危ない、ベスパーの距離ここギリギリだね、来てたね、うっそ、待った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 、ちょっと奥に行こう、怖っ、逃げたいね、もうこっからいける？よし、味方に任せた、パスという名の味方死んでんだよな、どうしようか、オッケー、いやちょっと武器が欲しいです、よっしゃ、 AR じゃん、あ、ブラボー行こう、おーっと、なんだこれは。突然後ろに現れたぞ、どっから何、ブラボーからね、普通に直通できたの、君すごいね、よくここ通れたな。ほんとほら、ヘイヘイ、イエーイ、あぶねー、あら、まだ生きてた、マジか、ちょっと、おお、オッケー、危な、おれおれ、走るぜ走るぜ、誰もいなかったぜ、帰るぜ。帰るぜ帰るぜ、ちょっと逃げよう、この上に行こう、上ここだとね、こうやって狙いやすいからね、どこでしょう、そう、サイスに紛れていくっていうね、味方の、おお、どんまいどんまい、ここは通さんぞ、武器、あ、いっぱいある、待って、 KN にしよう今回は、よしよし、いいね、この武器があると籠城がはかどりますね、籠城がはかどりますね、いいですね、来ますね、できた。ごめんね、もう拠点2つ取ったらやることないんだ、ドミネーションはね、反転させられるほどここのステージ甘くないからね、左から来そうなんだよな、ほらね、よしよし、まだ繋がんないか、自分リロードする時が一番危ないな、これな、あー、これ敵さんが諦めてあれ側から行ってんな、怖いな。ここバレてるからな、もうパッタリ来なくなっちゃったよ、でもこっちは味方さんが定期的に攻めてるから、私はここでイモイモしよう、イモイモドミネーションですよ、よしよし、あと50ポイント、うわやば、ちょっと待って、もう放棄、もうここの場所放棄、はーい、さあ、あー、ここでもいいですね、ごめんね、イモイモキャンパーでヘイター、85で出すっていうのもなかなかだよね、この人がちょっとあれだから、危な、おお出てきた出てきた、怖い怖い、19発か、あと 30P、 ちょっと待って、ここ危ない、 OK、 マザーシープ、マザーシープ、ダーク、これ暗黒さ、暗黒面に落ちてますよ。やーべえな、これやーべえ、あ、ちょっと弾がなかった、暗黒面に落ちちまうよこれは。誰も落とさないか、誰も落とさないのかっていうね、まあここだとやっぱレッドウッドすげえな、レッドウッド効果やばいな、これは、いやー、ここはえぐいステージですね。まあ分かってましたけどね。ここは美味しくうまうまさせてもらいましょうか。ラプスプラス、
マザーシップのコンビで次は面白そう。いやごめんね、ごめんね、ちょっと最近の試合がちょっとすさんでてねやらせてもらおうかな。よし、ゲット。いいね。ちょっと待って、どこにいようかな、ここにいようかな。でもちょっと旗は最初取っといた方がいいね。旗取ろっか、とりあえず旗取って。大丈夫、あ、いけてる、ナイスナイス。ちょっと取る、いやー一瞬で死ぬ。まあいいですよ、いいです、いいです。私はこれとこれマザーシップだよ。まあどこに敵いるか全くわかんねえ。なんだこれ、待って、これさ、サーマルモードとかないのかな。これないね。カメラ切り替えって多分これ×ボタンか、×ボタンでカメラ切り替えて多分これあれだと思うんだよね、移動するっていうことだと思うんだけど。おお、誰か乗ってる、誰か乗ってるこれのなんかチャレンジもあるらしいからね、サブのガンナーに乗ってやるチャレンジもね。オッケーオッケーあーやべ、自分が死ぬ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 。ミサイル撃つか、こいつには。ミサイルこれさ、敵全く見えねえんだけど、森の中撃ってるだけなんだけど。カメラ変えよう。あれ、カメラ一瞬変えれたぞ、サーマルに。おいおい、おー、変えれた変えれた。なんで、バツボタンの押し込みくらいが浅かっただけか。なんだなんだ。イエーイ、イエーイ、ごめんね、ごめん、ごめんね、ごめんね、つってね。ほんとに、全然当たんねえ。全然当たんねえ、これ。ちょっと、全然当たんねえ、これ。全然当たんねえ。ランチャーしか当たんねえ、これ。だって、これミサイルが唯一当たってくれるんだけど、これカメラ切り替えてさ、これ、わぁ、サーマル慣れたけど、どうなんだろう。これ、あ、ズームしない方が当たるわ。という感じでね、久々にマザーシップ出しましたよ、こんな試合でね。ごめんね。ワンサイドゲームでね。これがでもドミネーションだから。おっと、みんなこんなところに住んでたのか。ごめんな、隅から荒らしてな。やべえ、やべえ、やべえ、おいしい、おいしい、おいしい。ごめんな、ほんと。悪気はないんだ。ただな、キルがしたいだけなんだ。こう、無邪気にね、暴れたいだけだから。取りますよ、私も。オッケーオッケー。多分こっち側から来てんじゃないかな。来てなかった。お、どこだ？一人いるぞ。チャーリーの方に？なんか迷ってる。迷いし人がいるかい？大丈夫かい？どうですか、皆さん、マザーシップ。マザーシップね、僕的にやっぱりあんまり強くないですね。強くないっていうか、レッドウッドで出したのは初めてだからあれだけど、ねえ、まあ5発っていうところがあるけどね、ランチャー5発の、ランチャー5発とかそういうあれじゃなくてだね、あの、もうちょっと倒しやすくしてくれっていう話ですね。危な。怖。待って待って待って、管に切り替える。これさ、敵がどこにいるかだよな。あ、いないね。でここでさ、籠城戦してたら、うわ、一瞬が、瞬時計、瞬時計、ビビったわ。ちょっと待って、瞬時計でもなかったな。おっと、オッケー、危ないな。ちょ、後半、敵さんがブラボーちょっと取っちゃって、あれだったな。ちょっとブラボー取らんとまずいな、これちょっとな。これで負けたらさすがにかっこ悪すぎる。これは、やばいから。ね。まあ、多少はね、こう、左だな。これ左だな。左からくるっと回ってこ。はい。ナイスレース。ナイスレース。ナイスレース。あの上取ってんな、敵な。おお、怖い怖い。ここも結構強いから。うん。やっぱ C 側は強いな。あ、ごめん。ちょっと、一人倒せなかった。ブラボーやってくれ。ナイス。やっぱあの上押さえてないとね、ちょっと際どいとこありますからね。あれなんか無視した？今普通にスルーしたっけ？危ね危ね。スピードキル、スピードキル。あ、いいね。KN。もらおう。KN でまた籠城戦始まるよーってね。またこのカメラですよ。本当にもうね。最近うっぷん溜まってるからね。ちょっとね、ここで癒されたかったんですって。ダメか。ウォーマシンこう。あー、ウォーマシンの、この
この奇跡的な何かが跳ね返って当たってきたよ。本当にこれは執念深いですね。お、上いる上いる、あの上やばい、あの上やばい、ナイス、いるね。おお、ごめんよ、なんかすごいすごいワンサイドゲームで、でもこれがドミネーションだからしょうがないね。おっとっと、危ない危ない。いやーもうね、マザーシップが今回出せたというだけでいいんじゃないでしょうかね。もうね、みんなね、ファーロだ。この武器ってどうなんだろう、どうなんだろうって、まあ、使ったことあるから知ってるけど、あーちょっとやっぱあれが遅いんだね。この距離だとベスパーの方が良かったな。いやーいいねいいね、マザーシップ楽しい楽しい楽しい、マザーシップと暗黒面に落ちた私は知った。でも拾った武器だからね、拾った武器はセーフで、暗黒面落ちちゃう、セーフセーフセーフ、ノーカンノーカンノーカウントですよ。おっしゃー、というわけでね、今回はマザーシップでかなり一方的になってしまいましたけど、まあ久々に出してみました。やっぱヘイターないとマザーシップは出せないね、うん、ヘイターありきのマザーシップでしたよ本当に。いやーまさかベスパー、このステージでベスパーそもそもかどうかって思ったけど、中盤ベスパー使ってなかったからね。まあでもベスパーをメインにっていう感じでね使ってったんで、あのハリポジは本当便利なんでね、皆さんもねよかったらよし込みのね、あのやべえところで使ってみてくださいな。というわけで次回もかかってこーい。